してくださいました。皆さんこんばんは。埼玉から来ました伊藤岳と申します。集団的自衛権許せませんね。先日そちらもいらっしゃいますけど、埼玉の何人かの仲間と浦和の駅前で集団的自衛権行使容認賛成か反対かシール投票をやりました。約1時間だったんですけれども、行使容認反対が270、わからないが15、賛成がわずか18人。 89% の人が集団的自衛権行使ノーだと声を上げました。皆さんこれがミーじゃないですか。大体集団的自衛権の行使にあたっていろいろ最後は安倍晋三さんが判断すると言ってますけれども、大体皆さん人が判断したら白が黒になっちゃうじゃありませんか。汚染水は漏れてることがコントロールされてるってことになっちゃうじゃありませんか。必ず日本の若者が、若い自衛隊員が戦場に命を散らせることになるのは間違いないじゃないですか。コントロールされてないのは安倍晋三の頭だ。お前の頭だ。皆さん民意を突きつけていこうじゃありませんか。民意を突きつけることを重ねて今の安倍政権を打ち倒していく大きな流れをご一緒に作っていこうじゃありませんか。私たちも埼玉で頑張っていきたいと思います。一つご報告いたします。この間埼玉の秘密保護法撤廃を求める埼玉の会と埼玉弁護士会の初めての懇談会が実現しました。そしてそこでいろいろ議論をしたんですけれども、6月9日の日に弁護士会と市民が共同してアピールデモ行使をやることになったんです。弁護士会と市民のコラボのデモっていうのはおそらく集団的自衛権の問題では初めてではないかと思います。この問題を一つの節にしてですね、埼玉からも集団的自衛権行使反対の運動を広げていきたいと思います。埼玉弁護士会の会長さん、なかなかいいこと言ったんです。安倍晋三は保守の政治家とは思えない、方は改革者だってんですね。と思ったら悪い方に改革する人だと。保守じゃない、保つ守るじゃないとなったら何か壊す滅亡する壊滅の政治家だと言ったんですね。なかなかいいこと言うじゃありませんか。皆さんこういう幅広い方々ともお力を合わせて頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。デモは6月9日、平日の月曜日なんで12時からなんです。もし来れる方いたらぜひ来てください。お願いします。12時ってまさか深夜の12時じゃないですよね。秋の12時、月曜日の12時じゃいけないな。でも皆さん今からお休み取って行くのも一興じゃないですかね。昼の月曜日大きな声出すのもなかなかいいんじゃないですかね。